はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちらコア i7 の930の CPU、 すべてヤフオクでジャンクで購入した CPU となります。というのでジャンク CPU 買うのやめようと思ってたんですが、いつの間にか癖でプチプチしてたみたいな、そんな感じですね。4つ溜まっちゃったので、とりあえずはこちら4つ動作確認をしていこうかなというふうに考えています。はい、そこでね、今回こちら X58 Extreme 3っていう、以前動作確認をしたマザーボード、まあ、以前動いてたんですけど、それから全然触ってないのでどうなってるかな。こちらの方にも Core i7 の930が入っています。こちらをちょっと再度動作確認しながら、こちらの4つの CPU が動くかどうかね、再確認していきたいなと思ってます。以前このマザーボードね、あんまりうまく扱えなかった記憶あるんですよね。なので今回ちょっときちっと Windows 10インストールして、どうなるかというところまで見ていきたいなというふうに考えています。じゃあ早速準備していきます。はい、それではですね、一応セッティングが終わりましたと。まあ以前ね、起動することができましたので問題ないかなというふうには思ってるんですが、ちょっとね、かなり放置してたのでどうかな。よくよく思い出してみると、メモリースロットが壊れてて1枚しか挿せないっていうことに思い出しましたね。っていうので1枚だけ8ギガでちょっと挿してます。はい、じゃあちょっと緊張の意思、これね、マザーボードの上に電源スイッチがついてる、めちゃくちゃありがたい。とりあえずちょっとやってみようかなと思います。動いてくれよ、電源スイッチ。ウォン、めっちゃ言う、起きた、おっしゃ来た、おっしゃ、バッチリですね。しっかりと認識してくれてます。 OK、 バッチリだ。はい、というのでこちらの方が BIOS という形になってます。インテル Core i7 の CPU 930 2.8GHz、 バッチリ認識してます。そして以前だいぶ苦労したメモリなんですけども、メモリの方もここにしかね、挿せないんですよ。それを思い出して一応8ギガ挿しました。メモリの方も8ギガあれば十分だろうというので認識バッチリしています。じゃあこちらの方ですね、ストレージつなげて Windows 10インストールして、その後に930の実力、こちら確認させてもらって、残りこれらのわけわからんジャンク CPU いけるかどうかの確認ちょっとしていきたいなと思います。じゃあちょっとやってみますね。やるぞ。はい、ということでね、無事に Windows 10のインストール完了しました。よっしゃー。でね、まあそんな騒ぐことじゃないんですけど、結構苦労するんですよね。古いからなかなかインストールうまくいかなくて、結局 SSD に Windows 10のインストールが無理っていう状況になり、そしてまたハードディスクの方にインストールするというような状況で持っていきました。一応ね、Core i7 の930どのぐらいの性能なのかっていうので、シネベンチの値っていうのをちょっと見ていきたいなというふうに思います。ちょっとやっていくぞ、シネベンチ R15 カモン。はい、というのでね、シネベンチの R15 立ち上がりました。それではですね、早速 CPU の方の性能をちょっと見ていきたいなと思います。いくぞ、 CPU ランジャー。はい、ということでですね、シネベンチ R15 結果の方が出ました。こちらの方ですね、 CPU トータルで 371CB っていう形ですね。非常に成績は良くないぞみたいな感じですね。そしてシングルコアの方が 82CB、 これもあんまり良くないですね。そして OpenGL が 16.89fps という形になってます。まあ数字的にはね、やっぱりね、あんまり良くないなーというのが正直なところですね。まあまあ、こういった結果というところで見ておいてもらったらと思いますね。はい、そしてね、ちょっと温度の方を見てみたんですけども、ちょっと結果が悪いのもこれが影響してるかもしれません。最大の温度が100度に達してるんですね。よう電源落ちにくかったなと思いますけどね。最小温度44度で2つのコアが100度に達してます。これはね、熱が高すぎて CPU ファン全然うまく効いてない感じですね。熱伝導シートですかね、こちらの方の状況も良くないのかもしれないですね。100度超えなーっていう形ですね。
レベンチの R15 をやった結果、温度がこんな感じになったというので見といてもらったらと思いますね。はい、というのでね、早速ジャンク CPU こちらの方ですね、ちょっと試してみたいなというふうに思います。 Core i7 の930、このジャンクですね。というのでこちら電源を落としてこちらと乗せ替えてみたいなというふうに思います。はい、じゃあ一つ目のね CPU いけるかどうかちょっとチャレンジしてみたいと思います。電源スイッチオンじゃーん。おっ、起動しねえじゃねえか。電源スイッチオン。うわ、ダメだー、こいつダメだー。あかん、しょうがない。はい、ということでこの CPU はダメダメちゃんでしたということですね。はい、じゃあ次の CPU、 これちょっとくるまってるやつちょっと開けていきたいと思います。どうぞ。はい、こちらの方ね、ちょっと見てみると Core i7 の930ではなく950と書かれてましたね。ちょっとソケットは一緒なので、どんなもんかちょっと確認をしてみたいなと思います。じゃあこちらの方も早速設置してみようと思います。はい、それではセッティングが終わりました。ちょっとやってみるぞ。電源スイッチオン。おっしゃ、来た来たぞ。 Core i7 の950行きましたね。よっしゃよっしゃよっしゃ、じゃあこちらの方もシネベンチちょっと確認してみたいと思います。はい、ということでですね、無事に Core i7-950 起動いたしました。よっしゃーよっしゃ。じゃあちょっとね、950が入ってるとは思ってなかったので、シネベンチの方もちょっと見ていきたいなと思います。ちょっとやっていこう。いくぞ、シネベンチ R15 カモン。はい、というのでね、シネベンチ R15 立ち上がってます。 Core i7 CPU 950、 4 Core 8 Threadっていう形ですね。950初めてやな。ちょっとどんなくらいのパワーか、ただねちょっと熱がひどいのでどうなるか分かりませんが、ちょっとやってみましょう。 CPU ランジャー。はい、ということでね、シネベンチ R15 の結果が出ました。左側が Core i7 の930の方の結果、右側が950という形になっています。こちらね、見てもらってすごいなという感じなんですが、CPU の方が 371CB から 485CB、 一気に110も上がってるという状況ですね。まあ、おそらく左側の Core i7 の930の方が熱でパワー出えへんかったんかなというふうに思います。シングルコアの方は熱あんまり出てませんでしたので、 Core i7 の930の方が 82CB、 そして950の方が 87CB っていうので、割と正確に出てきてるのかもしれません。はい、というので、まあ一応ね、950かなりすごい成績やなというので、ちょっとびっくりしたっていう感じですね。 OpenGL の方は、こちらの方は GFX ボードというので、 AMD のラディオンの HD8490 乗っけてますので、こちらの結果が出てるっていう感じかもしれません。ですから、まあ大して差はないよという状況になってるのかなと思います。はい、というのでね、950めちゃくちゃ動いたのでびっくりしました。非常にありがたい。温度の方なんですが、最大やっぱり、ね、100度いっちゃったんですよね。最初温度の方は42度、割と冷やすパワーが強くなった、なんでやろなという感じですけど、付け方悪いのかもしれませんっていうので、一応は100度超えちゃってるという状況です。はい、というのでお次はこちら、また930の方になりますけども、この CPU ジャンクで購入したんですが、これいけるかどうかまた試してみたいと思います。はい、というのでね、一応セッティング終わりました。じゃあ早速電源を入れてみたい。動いてくれよ、電源スイッチオン。よっしゃー、うわ、いけた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 、何や、びっくりしたー、なんかわけわかんない。はい、というのでね、無事 Windows 10立ち上がりました。よっしゃよっしゃ、こうだけど、こいつもいけるっていう形ですね。っていうので、ね、ちゃんと動くかどうかもクソも認識してるかな。はい、ということで Core i7-930 2.8GHz っていう形できちっと認識されてます。よかった。
シネベンチとかはね、もう先ほど見たのでもういいかなというふうに思ってます。はい、というので3つ目の CPU OK ということで、ジャンクで購入したんですけど、うまくいきました、よかった。はい、じゃあ最後にあともう一つ、こちらですね、こちらの方もチャレンジしてみたいなと思います。930が入ってると思うんですけどね、というので見ていきます。はい、というのでね、こちらの方ちょっとよく見てみると、 Core i7 の940ですね、いろんなの買ってるな俺、というのでこちらの方は940っていうので、ちょっとまたチャレンジしてみようかなと思います。じゃあ早速ね、ちょっと入れてみようと思います。はい、というので用意が終わりました。というので電源スイッチオンやってみるぞ。電源スイッチオン。おー、なんだ、はい、ということで無事に Windows の起動に成功しました、よっしゃよっしゃ。というので Core i7 の940ですね、こちらの方が立ち上がりました。じゃあうまくいってるのかどうかちょっと確認してみたいと思います。はい、というのでね、無事にこちらの方で Core i7 940 2.93GHz きちっと認識してくれてます、よっしゃまさか930、940、950持ってるとは思いませんでしたね何も考えんとこう出んねんな。はい、というのでとりあえずは動いたっていうのですげえなと思いますけども、まあこちらの方もね、ちょっとシネベンチちょっと走らせてみようかなというふうに思います。では早速シネベンチやってみよう。はい、というのでね、こちら Core i7 の940 4 コアの8スレッド 2.95GHz というふうに読み込んでいます。ちょっとやってみよう、いくぞ。 CPU ランジャー。はい、ということでですね、一番右側のシネベンチの R15 の結果の方が Core i7 の940の方の結果になります。 CPU のトータルが398、いかんかったねーっていう感じですね。シングルコアの方は一番よくて90という形で出てきています。 OpenGL18.42 っていう形なんですが、まあやはりですね、ちょっと温度の問題が浮上してきてたような感じですね。こちらが温度の結果の方なんですが、Core i7 の940を動かしている最中ですね、最大温度100度、最低温度が45度っていう形になってます。やっぱりちょっと CPU クーラーが弱いのか、温度が高くなりすぎるというのがですね、いまいち結果を残せない原因にもなってるのかなと思いますね。はい、というので、まあ、一応はね、ジャンクで購入した Core i7 930 940 950ですね、こんなに買ってると思わなかったという感じですけども、結果の方はいけたダメみたいな、そんな感じですね。4つのうち3つのジャンク品がきちっと動いてくれたという形になっています。っていうので、まあとにかくちょっと入れ替え大変でしたけども、なかなか面白かったですね。はい、というので、今後もこんなチャレンジやってみたいなと思います。今日はどうもありがとうございました。